やばい香り。どうですか皆さんこれ。どうも、ジャニーですということでですね、今回はですね、タコ動画でございます。こちらでございます。ひらめ、僕前にもやらせていただいて、その時はね、チリカルボナーララーメンっていうのをね、辛ラーメン使ってやらせていただいたんですけども、今回はですね、この時期にもう絶対食べてほしい最高のレシピがね、完成しちゃいました。至高のプデチゲです。プデチゲ食べたことありますね皆さん。めちゃくちゃうまいんですよ。プデってあの舞台っていう意味でね、チゲっていうのは鍋っていう意味なんですけども、辛ラーメンを使って作るこのプデチゲがですね、めちゃくちゃうまいんですよ。食べたことない方もいらっしゃると思うんですけども、この時期にですね、かなり温まるレシピになりますんで、超簡単、これを今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。今回ね、ガチのプデチゲレシピです。材料がね、結構あるんで、説明しながらやっていきたいと思います。辛ラーメンですね、味の根幹になってきます。あの辛ラーメンスープも使ってですね、いくので、辛ラーメンは必ず用意してください。あとね、麺がね、これ鍋にめっちゃ向いてんの。辛ラーメンを、これ必ず用意してください。これがないとできないです。はい、具材です。肉ね、豚バラですね。キムチ、これも味を作る上で かなり欠かせないので、あとチーズですね。であと、ソーセージ一袋入れていただければ大丈夫だと思います。はい、きのこ、しめじとかでもいいんですけども、今回はえのき用意しました。あとニラが 50g、 玉ねぎが半個、あとニンニク、生姜、あとお豆腐、豆腐も入れるとめっちゃ美味しいです。お麺豆腐ね、お麺の方が崩れにくいんでね。調味料でコチュジャン、ごま油、酒、あと、中華スープの練りタイプのものですね。これで今回は作っていきます。今回は鍋なんで、他の具材入れたいとか、この具材あの苦手だから他の具材入れようっていうのを OK ですんで、欠かせないのは豚バラ、キムチ、チーズ、このソーセージは僕はあった方がいいと思います。お野菜はね、割と何でも大丈夫。この材料を使ってやっていきます。はい、ということですね、このプデチゲを作る上で何が一番重要かっていうとですね、プデチゲっていうのはね、韓国のお料理ですので、韓国の飲み方を理解するとということで、今回はですね、韓国のお酒で乾杯したいと思います。皆さんのね、知ってるやつですよ。はい、うち常備してあるんでね。じゃあ今回鍋物なんで、一人でねやるのもちょっと寂しいので、達也やばい、ありがとうございます。うまい、やっていきます、はい、ここから。お願いします。はい、具材を切っていきます。えのきね、こう裂かないと固まっちゃうじゃないですか。僕の場合はね、こうやってね、あの包丁で切っちゃいます。こうやってこうやって包丁で裂いてから、包丁で切ってから裂くと結構ね、ほろっと崩れやすいので、ほらほら、パラ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 になる状態。半分ぐらいに切ってあげます。で、玉ねぎなんですけど、で皮むきます。だいたいね、まあ1センチあるかないかぐらいの感じで切ってください。あのこれね、今回はね、あの玉ねぎで具材なんで、こんな感じで、切ります。ニラはね、まあ、こんな感じで、まあ、3、4センチ幅に切ってください。ニラはね、香りを足してくれるので入れた方が僕はいいと思いますね。これなんですけど、生姜もこのままでいいです。あとですりおろす。ニンニクはここ切り落として、皮むいといてください。あとでね、すりおろします。ソーセージね、これたっぷりあるんですけども、僕の切り方はこの断面斜めに切る。こうやってあのソーセージってね、めっちゃいい出汁出るんですよね。こうやって真ん中で切っていただくと、真ん中でね、あのこうやって切っていただくと、この断面から出汁が出ていくんですよ。だからめちゃくちゃうまいスープなの。ソーセージは半分に切って出汁を出していく。具材でもあり、出汁が出る、このスープの材料にもなりますんでね。豚のバラです。はい。バラ薄切りです。食べ物とかは、バラ肉がおすすめですね。煮るとね、豚肉、こま肉とかだと硬くなっちゃったりするんですよ。なんで今回は豚肉は、こんな感じで。まあ、豚肉って結構ね、縮むんで、なんか、今回は3等分ぐらいでいいかな。はい。で、こんな感じね。タレを作っていくんですよ。まずこの辛ラーメンのスープ、これをベースにして作っていきます。コチュジャン、コチュジャンね、大さじ2杯のコチュジャン、お酒、中華練りスープですね。はい、僕がいつも他の動画とかで使ってるやつです。こいつを混ぜておく。このタレがこのプデチゲの美味しさの秘訣なんですね。辛ラーメンのスープってね、辛みがめちゃくちゃいいんですよ。
これ、ね、辛ラーメンがないとできない。めちゃくちゃうまいから、このタレ。豚肉ですね、豚肉なんですけども、ここにもうごま油、で、生姜。あ、チューブのものでもできなくはないんですけど、あのね、生の生姜とニンニクの香りには勝てない、やっぱり。なんで生のを用意しておいていただくといいかなっていうふうに思います。まあね、全体絡めるわけです。はい、この香辛料ね、ニンニクと生姜をとごま油を絡める、これね非常に重要です。もういい匂い、ごまとニンニクと生姜のいい香りがするんで、このいい香りをつまみにして飲んでいきます。ここまでできたら煮込みに入っていきます。でですね、今回はね、鍋なんですけども結構大きいんで、僕ん家だとあのフライパンで作ります。でこれ炒めて作るので、ちょっと大きくてちょっと深いフライパンがあの理想です。僕の手こんぐらい、まあ、26から28の間だと思います。フライパン温めるんですけども、まずこれやっていただきたいのが、フライパン温まったらですね、豚肉から炒める。このごま油とニンニク絡まってますので先に炒めてください。これね、チゲを作る時にね、結構一般的な、まず焼くんですね。こうするとね、かなりこのニンニクの香りが立ちまして、コクが出るんですよね。まずお肉から焼いていく。香りがやばい。ちょっと剥がしながらね、剥がしながら焼いてください。でニンニクとあの生姜っていうのは炒めることによる香りがね少し変わってきますんで、これが美味しいんですよね。香りがやばい。香り焦げるまで炒めるとかそういうんじゃないので、全体的にこのごま油を絡ませた豚肉を火を通していく、これが重要でございます。火加減は中火ぐらいでいいですからね。全体が色変わるぐらい炒まったら、キムチ、はい、キムチここで投入します。はい、キムチ入れて一緒に炒めて、まず豚キムチ作るんですよね。キムチもね、炒めることによって、このごま油とかで炒めることによって味が凝縮しますんで、これ重要でございます。まあ、ちょっとこのお肉は、横に寄せてください。頭でバラッと、まあ、ここら辺にもうガサッと入れちゃいましょうか。で、えのきね、ここにソーセージだね、これ木綿豆腐ね、半分に切って大体4等分ぐらいかな。で、まあ、真ん中こう、こんな感じですね。ここで登場するのが辛ラーメンでございます。はい、お待たせしました。皆さん、辛ラーメンってね、麺がねすごいもちもちしてるんですね。だからあのすごく煮込みに適してる。煮込む段階から鍋に入れててもめちゃくちゃ美味しい麺なんですよ。これこのまま入れ、このまま入れるとちょっと ありすぎなので、あの割ります。はい、まあ3つぐらいに割って入れます。辛ラーメン火薬がありますんで、火薬もね、まあ、パラッと入れてください。はい、800cc を入れます。で、すぐ火にかけます。さっき作ったこのタレですね、タレを一緒に入れていきます。これがね、味の、大部分を作りますんでね。で、すぐ沸騰させたいので強火で結構ですからね。はい、これ入れちゃってくださいね。これね、もうこれで勝ったも同然でございます。煮ていきますね、これね。はい、じゃあ強火でやってるんでね、沸いてきました。で、ラーメンの方もね、もう続々、まだ硬いですけども、水からやってるんで、もうどん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 ね、水からやってて、この美味しいね、この辛ラーメンスープを吸ってますんでね。はい、きのことか、この玉ねぎとかからもね、甘みが全然出てきてますんで、麺もね、ちょっと柔らかくなってきました。ここでニラなんですね。はい、ここでニラ入れてください。ニラを入れていただくと非常に、ニラってすごく煮やすいので最後に入れてください。最初に入れてしまうとすぐね、ふにゃんふにゃんになっちゃうの。スープに浸ったら結構すぐ食べられますんで、麺もいい感じになってきますね。麺ちょっと硬かったとしても食べる頃にはね、いい感じに柔らかくなりますんで、このチーズがね最高に合うの。これチーズですよね。チーズが入ったこの辛いスープ、どうですか皆さん。これ辛ラーメンが一番うまいから、これマジで。はい、それでは、こちらで完成しましたので食べていきたいと思います。さあ、食べていただきます。具材を一個ずつ取っていきたいと思います。あ、豚キムチのところもね最高に美味そう。それではいただきたいと思います。うまっ。
スープが最高にこの辛ラーメンの麺に染みてますね。スープやばい。チーズが絡まってるところがコクが深くてマジやばいっすこれ。チーズやべえなこれ。コチュジャンも入ってるのでちょっと甘めの味付けになってるんですけど、それがまたいい。ソーセージ合うなこれ。チーズね、好みでもっと入れてもいいねこれね。辛ラーメン辛さがいいよね。この時期にめっちゃ温まるいい辛さ。チーズもねまろやかになっててですね、非常にねコク深い。ということでプテチゲっていうのはね、舞台で食べられてたっていうチゲらしいので、うちの舞台も呼びたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、酒飲み舞台いただきます。うまうま。麺伸びてねえんだよこれ、うん、ラーメンで鍋やるときはラーメン最後に締めでやるじゃん。具でいいのよね、辛ラーメンは。これがいいんだよ。伸びないからこそできることする。伸びないからできる。煮込み適してるからこの感じができるの。チーズが、チーズがいいんだよね。チーズがチーズやばい。本当にもっと欲しいですね。もっと分かりますよ。今ちょっと 60g でやりましたけど、 100g いっていい。それぐらいチーズ合う。いいチーズしてくださいこれは。スープの甘みと辛さっていうんですか、うん、すげえバランスですね。豚キムチ作ってからやってるから、うん、あの香りもすごく高いし、即席ラーメン作ったとは全く思えないです、ね、思えない。これはねみんなで食べた。インスタントラーメンを使う鍋なんだけど、うん、マジ本気で作ったんで。これ最初から食べ応えもあるから、まあ締めとかこのままだもんね。もしあの、まあ、スープ余ったんだったらご飯とか入れてもいいけど、うん、結構満足できると思うよ、うん、麺も入ってるからね。2、3人前じゃなくて4、5人前くらい。そんな3、4人前でいいかな、ね、3、4人前だ、うん、3、4人前でいいかもしれない。具材はねアレンジしても大丈夫、鶏肉とかも合うし。あ、めっちゃいいですね。今回豚肉だけど鶏でやっても美味しい。あ、うん、割と簡単にできるから、炒めてこう詰めて煮ただけだからこれって、うん、一番温まるから最高ですよ。ということで僕たちはこれでちょっと楽しんでいきますんで、マジでうまいんで絶対やってください皆さん。辛ラーメンはねあの概要欄にもあの詳細書いてありますんで、ぜひチェックしてみてください。ということでさよなら。マジ本気で作ったんでマジ本当ね、あのお金取れますよこれお金取れるマジで。これで水ありっすね。ありだよね。全然ありっす。これ名物でもいいと思う俺。これで開けるマジ、うん、さっき店だらけ説出てきたけど何でもできるからやっぱ居酒屋龍二やるか居酒屋龍二直営で、うん、直営でそれちょっとメタいんで、うん、メタ発言直営でやりましょう。